ようこそ硬質ラボへ。12月15日、天皇陛下がブルネイ国王と王子をご自身の住まいである御所にお迎えになりました。午前11時、晴れやかな笑顔を浮かべた陛下が、ブルネイの国王ボルキア陛下をお会いできて嬉しいですと心からの言葉で出迎えられ、国王の息子マティン王子とも握手を交わされたのです。日本の皇室とブルネイ王室との間には長い歴史と深い絆が存在します。陛下がまだ皇太子だった2004年にはブルネイを訪れ、ヴィラ皇太子の結婚式にも参列されました。そして国王と王子も2019年陛下の即位の礼に参列しているのです。宮内庁によれば30分ほどの懇談で陛下は即位の礼への参列に感謝の意を改めて伝え、2004年のブルネイ訪問を興味深く良い思い出として振り返られました。そして2024年1月に結婚を控えているマティン王子に対して陛下からの祝福の言葉も贈られたということです。このような交流は両国の友好関係をより一層深めるものと言えるでしょう。ブルネイ王子との特別な出会いがあったとは何とも興味深いですね。来年はブルネイと日本が外交関係を築いてから40年になる記念の年。それに王子の結婚式も控えているとのこと。天皇皇后両陛下がこれらの重要なイベントに招待された可能性は高いと思います。両陛下にはブルネイからのご招待にぜひお答えいただき、国際親善の一助となっていただきたいと願っています。皇居のこの部屋にはいつも感動します。シンプルながらも格式を感じさせる美しい木の色使い、上品な家具の配置。ここでは人が主役で、その存在が空間を完璧な絵に仕上げています。天皇陛下と世界各国の国王やその配偶者との会見はいつも平和と外交の力強さを感じさせます。ブルネイ国王からの招待も日本の皇室が世界からどれほど尊敬されているかを物語っています。天皇皇后両陛下は平和と友好のために多忙なスケジュールの中で調整をされることでしょう。皇室の重要性を心に留め、天皇家の幸福を心から願います。また先日の急な認証官任命式もありましたが、お疲れが出ませんように。天皇陛下がブルネイ国王と王子との貴重な会見を皇居で行われたことはまさに歴史的な瞬間でした。2004年のブルネイ訪問の際の思い出話を陛下が得意の英語で繰り広げられたのです。特に今回は天皇陛下お一人だけの会見となりました。今年は新型コロナウイルスの影響が和らぎ、天皇陛下と皇后雅子さまはインドネシア訪問を皮切りに国内外で忙しい日々を送られました。皇后さまの健康も見事に回復し、最近では雅子さまから天皇陛下の単独公務に同行することも増え、その姿は本当に素晴らしいものです。先日ベトナム国家主席夫妻を皇居に昼食会にお招きし、雅子さまは和装のお着物で迎えられました。その姿は気品に満ち、日本の伝統美を感じさせます。通常は乾杯にシャンパンが用いられますが、今回は両陛下の発案により日本酒が採用されました。これは史上初の試みです。また
皆さんの顔がよく見える丸テーブルの採用など、令和時代の新しい外交スタイルを築いていると言えるでしょう。天皇陛下と皇后様の努力によって、日本の文化と伝統が世界に伝えられているのです。ぜひともまたブルネイへとのお言葉があったことから、天皇皇后両陛下が共にブルネイを訪れる可能性は非常に高いと思われます。最近、途上国への海外親善訪問が増えているのは大変心強いことです。これまで天皇皇后両陛下の海外訪問が比較的少なかったことを考えると、今後ますます多くの国を訪れ、さまざまな文化や経験を身につけていただきたいと思います。特に皇后雅子さまはインドネシア訪問時のような心からの笑顔で多くの国々を訪れることが期待されているでしょう。その笑顔には楽しみながら訪問されている様子が現れていました。愛子さまも卒業後、さまざまな国への訪問を通じて幅広い経験を積んでいただきたいです。天皇ご一家が海外を訪れることで新たな見聞を広め、日本の国際関係に貢献されることを心から願っています。また両陛下のイギリス訪問に関しても多くの人々が関心を持っています。イギリスへの招待が実現すれば、両陛下が国際舞台でさらに活躍されることに期待が高まります。いかがだったでしょうか。天皇陛下とブルネイ国王との再会は、過去の経験を土台にした新しい国際交流の道を示しています。2004年の訪問が今も心に残るという事実は、時間を超えた絆の力を物語っています。私たちにとって陛下のこのような活動は、国際親善の大切さを再認識させる貴重な機会となります。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。